るのが EV の冒頭と最後の部分で、なんかその今今日ずっと1日生きで撮ってきたのはなんかそのタイムスリップした世界みたいな設定にしたくて、でまあこの現代に生きる女の子がなんかその恋愛をしててこう迷ってる中でタイムスリップしてっていう前の段階、スリップする前とで今日1日生きで撮ったのがあって、し終わってちょっと成長したっていう2個を撮りました。MV って曲のイメージを表す動画だからすごい大事なものだなって思うし、それを自分ができるなんて思ってなかったからすごい憧れてて嬉しかったです感情を表現するのが難しかったし、なんか悲しみを演じることもなくて難しかったんですけど、自分なりにできたんじゃないかなって思いますそこで一回ダンスするのをこれぐらいの引きの絵で撮るんで、まあなんか気持ちちょっと大きめというか大きな動きは意識した方がいいかなっていうのと、無表情のなんかイメージみたいな、ちょっとこの辺フラフラ歩くのをちょっとカメラで自由に撮ろうかなっていうのと、昨日与えられた感情のやつ驚きかはなんかいろいろ動こうかなと思ったけど気持ち悪さをちょっと出したいから、なんか埴輪をイメージしてほしくて、なんかもう一つの顔で当てはいいけど一つの顔でずっとなんか人形みたいに止まってるみたいな、それをこういろいろぐるぐる撮ろうかな。なんかどうだろう、動いてる表情もう固定でいいのかも。そう。このまま動く。うん。はい、試しに今やってみるとどういう感じ？うん。ずっと日々もう全部に驚いてるみたいな。表情変えてもなんかいいかもね。ハッハッハってやってもいいかも。なんか街見た空ハッとか鳥ハッとか太陽ハッみたいな、全部に驚いてる。で昨日のあの写真ぐらいなんか。大きくてもいいか。あ、わかりました。ちょっと一回やってみようか。はい、驚き難しいですね。なんか昨日もママになんか愛驚きなんよねって言って、でそしたらなんか一緒にこうこんな感じじゃないみたいに言っとって、ママが急にはってしたんですよ。多分それはママは驚きの表情をしたんやけど、あれはそれにびっくりしてハーって飛んじゃいました。大丈夫ですか？そうね、これ目は、はい、一回これ意識してみる。はい、じゃあ行きます。よーい、スタート。昨日のスチールぐらいもっとずっとハッて、もう口はずっと開けっぱでいいと思う。今ちょうどトンボみたいなのいるからそれをずっと追うような。はい、はい、じゃあこのシーン OK です。 OK、 ありがとうございます。これ緊張します？します。
ドキドキ。とりあえず喜びを。はい。喜びを。用意したってこの辺で来たなと思ったら、食べて食べて噛まないでほしくて、パッて食べたらもう口が一旦ダンマで、さっきまで無表情だったら食べてちょっとパッて目引いて、なんか目を大きくする。いきまーす。笑いとか知らない。よーい、スタート。1、2。はい、カット、ありがとうございます。人形みたいな感じで、もう嬉しい笑顔。うん、そうね。でも表情は変えちゃって、写真の時みたいにちょっと切られてるイメージで、嬉しいの中でいろんな幅を、で手とか身振りとか、なんか見つけたとかでもいいし。で、手あんま伸ばせすぎなくてもいいか。うん、と今踊りっぽいから、そうね、胸に手当てたり、うん、ちょっと上見た方がいいかも。はい、ありがとうございます。なんかすごい、おーって思いました。すごい緊張しました。めちゃくちゃ喜んでましたね。本当ですか。あ、そんな自信なかったですか。なんかもうどうなってるのかなって感じでした。なんかなんかあれ見てる、はっって思ってました。は、山だ、海だ、綺麗だなって思いながら。あ、自然を見て喜びを。はい、ちょっと何もないのはちょっとあれなので、何かちょっと考えながら喜んでました。めっちゃ大きいメフチがいて、うん、それを見た直後だったんですよ。うんうん、でなんかこう後ろに飛んでいってるんですから、あ、後ろからめっちゃ来てる。だ、怖い。空怖いとか、怖いとか。なんか何見ても怖い表情してました。だから見る方向、見る方向で怖い表情。はい。もっと言っていいよ。もっと怖い。今ずっと体のね、頭の位置が一緒だから、ちょっとそう、下がったり。そうね、私、恐怖だったんですけど、ちょっとどれも怖いっていう感情があんまりないから。おいさんの時も割と演技だったんだけど、それよりも割ともうなんか自由にって感じじゃなくて、こうしてっていうのがあったので、逆に難しかったかもしれない。うん、その中でイメージされてたのあったんですか。もうホラー映画のクライマックスしかないです。できてるのかわかんないけど。